こんにちは。コンビニ強盗ね。確かね、そのものが欲しいんじゃなくって、事件を起こすことによって、刑務所に入れてもらって、そこで3食確保する。で、しかもその刑務所ってのは、人との交流もあるんですよね。刑務官、教官がいろいろ作業を指示したりとか、あと団体行動があるんですよ。前へ習いみたいな感じで、1、1、1、2とか言って歩いて、牢屋から作業場に向かうのがね、なんか運動会みたいで楽しいという人もいて、でなんかこう孤独なんです。金がなくて孤独みたいなね、すごく気の毒なシチュエーションにいる時に、もう傷つけるつもりはないんだけども、形だけ強盗してあっさり捕まって、でしばらくね刑務所行くと。そうすると、食事タダですからね。で3食きちっと届けてくれるんで、いわゆる養われるっていう形ができるんですよね。で、生活保護に引け目がある人は、そういう選択をするそうなんですよ。なんかその学校とか別荘に通うような感じで、特にね、少年院とか鑑別所とかの経験があるとね、私も逮捕された経験があるんですけども、で1ヶ月くらい LOA 入ってましたけども、あんな感じなのかと思ったら行ってもいいかなと思うんですよ。いや本当にそれ気軽なんでね、最初はね不安だったんですけどもね、だから通いたくなる気持ちもわかるなというのはありますね。要するに社会にいると結構ね、そういう方は特になんでしょうけども、人付き合いがめんどくさかったり苛立しかったりするんですよね。でもそういうふうな習慣されるところに行くと、刑務官って人がいて、そこが絶対的なこう権力を持ってるんで、受刑者同士はそこまでいさかいが起きないみたいなね。いさかいを起こすとまた刑期が伸びたりとか懲罰とかになるんで、割と秩序が保たれてるらしいんですよ。そうなると刑務所の方が過ごしやすいみたいなね、環境でもあるんではないかなってところがあるんですよね。で、生活保護ってのは、お金は入るんだけども、ちょっと後ろめたい気持ちとかね、恥ずかしい思いとか、あとは偏見の目にさらされるという感情とかがあって、実はすごくやりづらいところがあってね。だったら堂々と牢屋の中で、もう気に入らない人との関係もなく、親兄弟も来ないみたいなところで、場合によってはね、その家族から逃れるために行くっていう例もあるらしいんですよ。もう家族がストレスっていうかね。で、家族がストレスでちょっとね、ここ1週間ね、不穏な相談があるんですけども、それは、FX でね、これ前もあったんですけども、ビジネスで稼げるようになったら、なんかその、逆に家族がすごい負担になってくるみたいなね。でもなんか別れる理由を探そうと思って、こんな自分がいるんですけどみたいなね。で、動画昨日も撮ったんですけども、稼げるようになったら周りの人に本当に優しくできなくなる瞬間が来るっていう、でもそれは本当ね、わからないでもないんですよ。電車の話しましたけども、走ってる人は止まってる人が見えるんですよね。で、止まってる人は走ってる人が分かんないんですよ、電車の例みたいに。なんかね、こういうふうに一つ一つの話ってのが結びつくようになるとはね、思わなかったような、思ってるような感じなんですけども、相当精神力を鍛えないと、お金がない人をバカにするような感じとかね、生まれてくるんですよ。例えば給料をもらってる人ね、月収20万とかもらってる人が生活保護をバカにするみたいな形が、なんで生まれるかっていうと、やっぱこう稼いでる人とただもらってる人っていうか養われてる人との間にこう分断が生まれるんですよね。どっちも同じ立場で、そんな差別とか分断とか生まれちゃいけないんですけども、人間の感情ってのは、自分が優れた人間になったら劣った人間に対して排除するようなベクトルが働くんですよね。だから精神も鍛えていかないと、力なき正義は無能なりだし、正義なき力も無能ということになってね、本当なんか速稼塾の塾生も、稼げるようになって歪んだ人間が結構いてね、そっから転落が始まったりとか、いや本当に家族を置いてとんずらとかもあるんで、でもね、なんか置いてかれる家族もちょっとね、しょうがないなとっていうところもあるんですよ。やっぱり一人にいろんな負担を押し付けて分かってあげてないっていうかね、でも精神修行ですね、そこもね。だから稼げてるだけじゃダメなんですよ、やっぱりね。
稼ぎてるだけじゃダメだし、なんか一人でも多くの人間を不利と分かっていながら抱えてあげるようなね、そんな包容力がいるんではなかろうかということで、私の発信もなんかね、稼げば勝ちじゃなくって、そっからが勝負だっていうね、いかに普通の人に、普通の人から学べるか、で自分が普通の人ってことを忘れないっていうことですかね。いやー、いろいろありますね。じゃあこれはね精神ですね、はい、じゃあ米青いと書いて精神でいってらっしゃい。